皆さん、アンバサー、私です。今日は、新しく購入した、ハンター株で、林道に行ってきたよ。暇ならゆっくりしていってね。今日は、鳴らし運転も兼ねた、本当に、初乗りだよ。で、早速、舗装林道を、走ってるんだけど、このバイク、すごく乗りやすいです。坂道をも力強く登ってくれるし、フロント周りが、チャリンコみたいだから、運転楽だし、舗装路は、何も、不満はないって感じですかね。砂利道走ったらどうなるか、ほんとワクワクだわ。あ、そうそう、普段、オフロードバイクしか乗ってないのと、今回、WR からの、乗り換えなので、比較対象が、オフ車との比較になるよ。フルサイズのオフロードバイクと比べてどうかなーってのを、今日は、おしゃべりしていくから、ゆっくり楽しみにしていってね。ではでは、林道でのオフロード性能はどんなものか、試していきましょう。普通に、フラットな林道に来ました。このくらいの、綺麗な林道だと、特に、普通に走れるかな、思ってる以上に、軽快に走れます。で、今、立ち乗りしてみたんだけど、立ち乗りはすごくやりづらいです。基本的には、ずーっと座って走行になりますかねー。できなくはないけど、やりづらいです。タイヤがあんまりオフロード向きではないのと、空気圧もパンパンなので、オフロードを走るにはちょっと走りにくい状態なんだけど、意外に平気、足つきがいいから、なんか安心感があるんだよね。車体もコンパクトだから、ずるって滑っても、コントロールできそうな感じ。納車時に、欲しかったオフロードタイヤも、付ける予定でいたんだけど、今、欠品中で、次に入荷するのが、11月なんだよね。タイヤ変えれば、さらに安心感が増しそうだし、しばらくは、ノーマルで楽しみますかね。でも、このくらいの路面なら、ノーマルでも、特に平気だとは思うよ。今日は、オンロードメインで、一日中、楽しもうと思っていたんだけど、前日の疲れがひどくて、普通に、外出自体やめて引きこもってたんだけど、私のちょっとした知り合いの、ゲイボーイ山田から、電話が来て、一緒にお昼ご飯食べてきたんだけど、外出したし、せっかくだから、ちょっと、奈良市に林道でも行くかって、軽く来てみました。この林道だけ走って帰るつもりでしたが、私が思っていた以上に、走れるので、この後、もう一本、枯れてる林道に行くことにしたよ。撮影に、GoPro 使ってるんだけど、チェストマウントと、ヘルメットマウントで撮影した映像を、比べてみました。チェストマウントの、方が、見た感じ、いいかもしれませんかね。フラットな林道は、全然余裕で行けるのが分かったから、お次は、路面がもっと荒れてる、枯れた林道に行ってみるよ。先ほどの林道よりも、路面が、枯れてるところに来ました。さすがに、衝撃が結構きます。普通に、オフロードバイクで走る速度のペースで、走ろうとすると、振動が、結構来るので、自然と、とことこ登っていこうと、遅くなるんだよね。
ゆっくり登っていけば、全然行けますわ。ただ、WR に乗ってる時は、あえて荒れてる、ラインを選ぼうとしてましたが、ハンターだと、荒れてない、ラインで通りたいってなりますね。今日は、まだ行ってないんだけど、このハンター株が、本領を、発揮するのは、ここよりさらに、狭い場所なんじゃないかなって、思うんだよね。小回りのしやすさが半端なくいいのと、足つきもすごくいいし、そして、エンストしないからね。こういう、普通の林道は、オフロードバイクの方が、楽にスイスイ走れるけど、大きな車体が、デメリットになるであろう場所で、使ってみたい。今日は、家を出た時間が遅かったから、行けないけど、次回は、そういう場所にも行ってみたいと、思ってるから、ゆっくり楽しみにしていてね。今日少しだけ、林道で乗った感想としては、とことこゆっくり走るなら、林道でも十分走るバイクだなーって思いました。ただ、林道初めてですって人が、こんな感じの、ちょっと枯れてるとこ行くと、結構疲れると思います。振動が結構ダイレクトに来るのと、タイヤを取られやすくなるからね。その分、運転にすごく集中するから、頂上登ると、結構疲れるかも。楽にホイホイ登りたいなら、セロを買いましょう。タイヤを、もっとオフロード寄りにすれば、多少は良くなるかなーって思ってるけど、このバイクで林道走るのは、ゆっくり登っていくスタイルで、走る感じだね。パワー不足は感じなかったし、ぐいぐい急な坂道も、登っていけるから、これ一台で、結構楽しめそう。オンロードでのも、流れに乗って進めるので、下道ツーリングもこれなら、遠出できそう。それはまた、今度試してみるね。頂上に到着、ノーマルの状態で、ここまで、特にこけることもなく来れました。思ってる以上に、林道走れたんで結構満足です。それじゃあ、今日はこれでおしまいにしておくね。これから、もっと林道で、使っていこうと思うから、ゆっくり楽しみにしていってね。それでは皆さん、アンバサー。